佐藤神社に、来ることができました。旅の祈願を成就させるということでお手伝いをしてくれることとなりました。和牛川神社の中に入って、この命を大切にしていただけるということは今までに歴史上なかったことだそうです。慎んで大切にこの時間を過ごしたいなと思っています。大切に慈しむ気持ちを忘れないようにということをしっかりと神様に伝えていただくことができました。岡山から、ここまでやっと来ることができました。この後天草まで行って最後はこの子をしっかりと旅立たせるところまで責任を持って進めます。いろいろな震災の爪痕が熊本にはありました。少しでも元気に復興ができる手助けができればなって思っています。ここからも一生懸命頑張ります。頑張ります。本当に今時間してたわ。泣きそう。今はすごい異様な感情が入り混じってる。さあ行こう。いろんな人の支えがあってこうやってできますね。丸一五の牛。これでメロンも天に登っていく準備も少しずつしながらですね進めていくことになると思います。今回やっぱり日本柱なのがすごく難しくて、例えば普通に牧場で飼っていてて、でその日を迎えるために例えば僕がここに来たっていうと多分これ誰も文句を言わないと思うので、明日途中なんだよねって、だから今日は祈願に来たんですけど、これ誰も文句言わないと思うので、今回こう旅をしているっていうこの2つの柱があって、もう一本あることがなぜここまで揺さぶられるのか、すごく大きな意義があるんだなっていうふうに僕は感じています。牧場で育てて牛一頭一頭祈願してると、近くの神社でお賽銭を入れて祈祷してるって人は多分いっぱいいると思うのね。明日この子は出荷だからって言って誰も何にも反論もする余地もないわけだよね。でもなぜこの旅をしていくと賛否が生まれてくるのかわからないし、その感覚と僕は戦ってる。僕は何も悪いことをしていないし、でも自分のためではない。これは日本全国の和牛を飼ってる農家と、そして牛の命が命として扱われていないことが僕は問題だと思っています。彼らだって生きてるんだから、そこに値段をつけるってこと自体がもともと価値としては間違えてるんだけど、このままじゃ日本から和牛がなくなっちゃうよ。戦後からずっと続いてきた先人の気持ちや技術を僕たちはちゃんと継承しなくちゃいけないから、ここで目を背けちゃダメだと思っています。だから今回こうやってお祈りをさせていただくことができました。今日ね天気がいいんだよ。神様とやっぱ繋がってるような気がするよね。雨だったらなんか神様が泣いちゃってんじゃないかなとか思ったよ。味方をしてくれてるのかなって。和牛の命を慈しむようにして、この気持ちを忘れないように今回のプロジェクトを満願成就できますようにということで、今回ご祈祷をしていただくことができました。これでできることは全部やったかなと思います。あとはファイナルステージですね。ここから天草に向けてしっかりと歩いて進んでいきたいなと思います。今日はとってもいい日です。ありがとうございます。丸一五の牛。昨日ご縁いただいて斉藤誠さんという方がおられるんですけど、来てみました。あ、そう、あ、すごい。お、これが誠ブレンドですか。いやー、これすごいね。ユキ、はい、ユキ、おい、これほら、召し上がれ。これが誠ブレンドです。これはマクドブレンドの中で一番大事やと思ってるのは、やばっちですね。ピーター、はい、のその割合、割合、はい、これをここに行き着くまでどれぐらい大変だったんですか。いや本当3年、4年、6年ぐらいかマクさん、ちょっとあ、わらこなわらこなわらと、ちょっとマクドブレンドちょっともらえない。あ、いいか。
やったすごい、めっちゃ嬉しいな。ありがたい。なんか、ほんまに旅の途中で力をまたもらったな。この短くって何かあるんですか。いや、やっぱりですね、牛の口の大きさに合わせて食べませんと、それにあげるのはいいんですけど、その前にちゃんとこれまた斉藤さんが今回の縁をまた繋いでくださっている、今回メロンにストーリーを足してくれたってわけよ。ありがとうございます。もっと見たい、もっと見たい。丸一番の牛。よかったね。やればできるくない？牛の金具に持って、で、口の方に行くかな。あー、で、お願いします。早速、やってみます。いや、これ飲ませるだけじゃない。人生で初めて注射器にビタミン入れて持ってるよ。大変でした？いや、なんか、簡単だった。もうだって横になりながらですもんね。普通に立ったままですもんね。そうだね。今あげたのはビタミンで、ちょっとここポコッとなってて、っていうのは痩せてるってことなんだけど、痩せるとやっぱビタミンがないと体力が一気に低下しちゃうと。口に入れてやればいいよみたいな。そんな簡単にはいかないなと思ってたんだけど、飲んだね。でもちょっとほら、いいや。すぐ危険だよ。でもなんかここやっぱこの下のとこ好きみたいな。ビタミン入れて休ませてあげたんです。そうですね、ちょっと今日一日ゆっくり置いてあげて。丸一番の牛。そう、ここです、ここです。大正蔵です。うわー、中央文化祭みたいなところに今日泊まるの。すごい、ここに泊まれる。今までほんまに外にこのテント引いて寝てたんですよ。いい香りするし、枕に寝れるね。よろしくお願いします。乾杯。ありがとうございます。やっぱ名酒って、これ親父に飲ませてやりたいなと思います。まあ、ここに来てもう本当に最後の熊本の旅が始まるなと思います。歓喜はまだ。すごい、ここですね。次の株式会社。そうですね、創業50周年。あれじゃなかった、これが道場先生のとこじゃなかったかな。他の旅の道中は、この水を借りて、水曜の仕込み水で、メロンの水をあげながらですね、行きたいなと思ってます。おぉー、これはええわ。40リットルぐらいのバケツでいいですか。でかすぎる。おー、すごい勢い。これいいですか。じゃあこれもらっていきます。ありがとうございます。うわ、すごい、セルカスの香り。そうか、これセルカスすごいですね。めっちゃいい香りですね。これ持ってっていいですか。うわー、うわっ、もらっていっていいですか。20キロ。20キロやで。早速これメロンに持っていって食べさせてみようぜ。丸一番の牛。メロンちっちゃかったらここでこうやってジャ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 ってメロンかけて。あー、喜ぶかもしれないですね。あー、メロン喜べるな。今日はマッサージの日ですね。ね、
マッサージだよね。今ね、こんなこと言うとあれだけどね、今日は僕は元気がないんです。なんかちょっと頑張りすぎちゃったなっていうのもあるんだけどね。今日はね、あれなんですよ、台風が来るからね、ちょっとなんかちょっとね、一日お休みしようねって言ってんだよね。ねえメロン、もう日焼けしたでしょ。僕は牛飼いです。もうね、めっちゃ仲良しだよメロンと。こんな感じ、こんな感じ。あとね、この米かぶりとこも時々飼い、動き止まったでしょ。ここ描くと、お、気持ちいいじゃんって動き止まる。目がね、だんだんトロンとしてくる。でも僕が押したいのはこのこめかみのここのくぼみなんだけど、こここうやって押すと嫌がる。ごめんごめん、ちょっと鼻水出てるんですよ。周りの牛がなんでお前はこんな人間と仲いいのみたいな感じでめっちゃ見てる。今日はね、このね、前足が疲れてるからちょっとマッサージしてるんですよ。前足疲れたよね。1日大体10キロぐらいはね歩くんだけど、お、気持ちよさそうですね今ね。これ結構いい、こうやって寄りかかるとね、あったかい。もう T シャツもボロボロになってきたしね。やっぱね、正直なところ毎日いろいろ考えます。こうやってね、ずっと旅をしてるとすごい信頼関係ができてきて、ずっと笑くってんのこいつ。でももうやだけどね、ずっと一緒にいたいもんね、家族だもんね。さあ、質問です。メロンの好きな食べ物は？はい、答えはわらでしたね。ということで、わらを。メロンはなんか嫌なことするとすぐ嫌だって言うから嫌いよね。のあれだもん、世界で一番出てる YouTuber だ。 YouTuber どう？ YouTuber よくない？寝床がいつもなかったから、ずっと野宿だったからね。
がめっちゃ楽しみ。いやもうそれはね、だってあの勇気食い方めっちゃ食いちゃった。あれなんで私牛肉が食べれると思ってたんですけど、まあ2年待って勇気あ、ありがとう育てるまで。あ、いただきます。うん、うまい、うまいよ、うまい、やばい、めっちゃうまい。しかも名前も知らないパスタ。あの、牛の旗完璧だ。あれはね、トウモロコシもらったから火がついたまんまだ。うまいけど、やっぱりなんかメロンと同じもの食ってるって思うとなんか特別な味に感じるわ。丸いちごの牛。一緒にやりたいね。白いキャンバスに描く空。誰でも一度会えるなら、ラララこのメロディーを送る。Your heavenly air、揺らい揺らい漂う。風になるゆらいゆらゆらふらふら重なる風になるふらふらふら。丸いちごの牛。